とか音楽スタジオですね。はい、2枚扉になってます。こういう。こうなってます。これが、ね、とある時の。ピー入れなきゃじゃねえかよ。これがガチャガチャ言う時がたまにあります。これがドラムですね。ドラムですね。今日はまあドラムいないんでね。これボーカルとかいろんなものとかから流してこっちのスピーカーから流れる。これがみんな自分ボーカルとか自分の音を確認するためのモニターになりますね。ライブハウスなんかだと足元にあるんですけど、最初は大体上か、まあサイドとか。こんなマイクのね、録音するやつもついてたりします。最近のスタジオすごいですね。レサブリーさんのレクチデュアルレクチファイヤーですね。これ単体でものすごく歪みます。はい、こういったね、だいたい JC ってこうローランドのアンプだったりとか、あとあっちのね、マーシャル、大体このマーシャルとかこういったものが大体標準で入ってますね。これから始める方とかはね、ギターとか全然こう歪みっていうジャキーンと音、これあのエフェクターとか何も持ってないと歪ませられないんですけど、大体このマーシャルとか、まあちょっとねメサはなかなかないですけど、メサとかこういうマーシャルをこっちの歪みのチャンネルでやるとジャキーンと音です。これだけでかなりいい音になりますね。これがベースアンプです。説明は DK がします。上についてはこれハードキーっていうね、あのメーカーの、まあ、チューブ系だったと思うんだけど、プリアンプがついてます。で下のスピーカーはこれアンペグですね。まあ、両方セットのこともあるんですけど、ここの場合はハードキー と、アンペグになってますね。ここにもう繋いでいくって感じですね。まあ、いろんなのあります。トレースエリアとかイコライザーついてるのがあるんですけど、今は結構このアンペグが主流かもしれないですね。まあ、こうギターに比べてもかなりスピーカーでかいので音圧すごいです。あんまり音量上げると耳がこれね、いきなり入ったスイッチ入れて入んねえって言わないでください、ね、コンセント抜けてるんで、はい、自分 の体験みたいなことになっちゃうんでね、はい、ちゃんと入れてから鳴らしてください。ワット数がすごいので、基本的に入れるとき電源入れたまんま、こっち入れたまま入れたりとかすると壊れるので。はい、じゃあそれではね、機材をセッティングしていきたいと思います。レッツゴー。受けんなよ。アンプからだぞ。なあパワー。しばらく歌ってなさすぎて分かんなかった。私もだよ。枯れた大地の千年前、いらない。胸ひろに勇気の時に任せ。慣れてなさすぎて何もできまへんでした。
どうすんだよ、バクテザフィーチャーじゃねえんだから。どれだ、こんわ、俺も来るか。